平野翔の影さえ美しいファン絶賛のインスタライブ。神宮寺ゆうたガンゆうが生登場。平野翔とナンバーアンダーライン愛の絆に涙。平野翔の特力に脱帽。平野翔さんは今や日本中の女性たちを魅了する存在です。彼の輝く映画を圧倒的なパフォーマンス、そして何よりもその人柄の良さが多くのファンを引きつけています。 最近行われたインスタライブは、その魅力を存分に感じられる場面がたくさん詰まっていました。ファンにとってこのライブは、ただの映像配信ではなく、彼とのつながりを感じる特別な時間となりました。その中でも特に印象的だったのが、彼が休みの日にもかかわらず、ファンの質問に答えたり、メンバーと声電話をつなげたりと、ファンサービスを惜しまない姿勢でした。インスタライブは、 平野さんがファンとの距離を縮めるための重要な手段の一つです。ライブ中に彼は、普段の忙しいスケジュールの合間を縫って、自分の時間を割いてファンと交流する姿勢を見せました。特に、休みの日にこれだけの時間をファンに費やす姿勢は、彼の誠実さとファンへの感謝の気持ちが伝わってくるものでした。このようなライブを通じて、平野さんはただのアイドルではなく、 ファンとと深く結びついいた存在とししてての地位を確立しています平野さんがライブ中に行った神宮寺優太さんや岸優太さんとの声電話は、ファンにとって大きなサプライズでした。これによって、彼らの仲の良さや、普段の会話の雰囲気が垣間見え、ファンにとっては貴重な時間となりました。特に、岸さんの「W ハルサメネタ」は、多くのファンの笑いを誘い、平野さんとメンバーの間にある親密な関係性が浮き彫りになりました。 このような瞬間は、平野さんがただのアイドルではなく、一人の人間としての側面を見せることで、ファンとの距離感を縮める大切な役割を果たしています。さらに、平野さんがトイレタイムを設けたり、照明に手間取ったりといった少し抜けた部分も、ファンにとっては微笑ましい瞬間となりました。これらの場面は、彼が完璧でないからこそ愛される理由の一つであり、ファンはその自然体の姿に一層の親近感を抱きます。 また、彼の休みの日にもかかわらず、ファンのリクエストに依頼て長時間のライブを行ったことは、ファンへの感謝の気持ちを強く感じさせるものでした。このインスタライブは、平野さんの多彩さを示すものでもありました。G の話から人生論まで、幅広い話題を軽やかにこなし、ファンを楽しませ続けました。彼のトークスキルは、単なるアイドル以上の存在であることを証明しており、ファンは彼の話に引き込まれ、 時間を忘れるほどでした。特に、彼の人生論には多くのファンが感動し、平野さんの考え方に共感を抱いたことでしょう。一方で、平野さんのインスタライブは、彼のファンだけでなく、広く一般の人々にも彼の魅力を伝えるきっかけにもなっています。彼のライブは、瞬く間に SNS で拡散され、視聴者数も増加。これにより、彼の存在感がさらに強まっただけでなく、 新たなファン層の獲得にもつながったといえるでしょう。このようなインスタライブは、今後も彼がさらに大きなステージへと進むための重要な一歩となるはずです。そして、平野さんのインスタライブでの影の美しさも、多くのファンの話題となりました。影さえも美しいというコメントが多数寄せられ、平野さんの存在自体がまさに芸術であると感じさせられました。これは、彼がどれほどの努力を重ねてきたか。 そしてその結果として得られた圧倒的なビジュアルが、影にまで現れていることを示しています。また、平野さんのインスタライブは、ただのエンターテインメントではなく、彼とファンの間に強い絆を築く場でもあります。ファンは彼の一挙手一投足に注目し、その言葉一つ一つに耳を傾けます。このような双方向のコミュニケーションが、彼の人気を支える大きな要因となっているのです。 平野さんはファンを大切にし、ファンもまた彼を支える。この相互関係が彼の魅力をさらに引き立てているのでしょう。そして、何よりも注目すべきは、平野さんの謙虚さと感謝の気持ちです。彼は、自分が多くの人々に愛されていることを理解し、それに応える形でファンとの交流を大切にしています。この姿勢は、彼がどれほどの成功を収めても変わることがなく、 むしろその度に深まっています。これこそが、平野さんが多くの人々に愛され続ける理由の一つであり、彼の未来がさらに明るいものであることを示しています。平野翔さんの今後の活躍には、いくつかの新しい挑戦が待ち受けていることでしょう。彼のカリスマ性と才能を生かし、新しいジャンルへの進出や、さらなる国際的な活動も期待されています。日本国内での人気はもちろんですが、 海外でも彼の名前が知られつつあります。これまでの活動を振り返ると、映画やドラマの主演、そして音楽活動においても彼は圧倒的な存在感を発揮してきました。さらに、バラエティ番組で見せるお茶目な一面も多くの人々の心をつかんでおり、マルチな才能を持つ彼の可能性は無限大です。平野さんの将来のビジョンとして、グローバル市場への進出が一つの大きな鍵となるかもしれません。 日本のエンターテインメント界で得た経験とスキルを活かして、彼はさらに広い舞台で挑戦を続けることができるでしょう。特に、彼のダンスパフォーマンスと表現力は、国際的な舞台でも通用するレベルにあります。韓国やアメリカなど、音楽やエンターテインメントの発信地での活動も視野に入れているのではないでしょうか。平野さんのパフォーマンスを通じて、 日本のポップカルチャーを世界に広めるという使命感を持っている可能性もあります。また、彼の演技力はこれまでに多くの作品で高く評価されてきましたが、今後はさらにシリアスな役柄や、異なるジャンルの作品にも挑戦していくことが期待されます。ラブコメディや青春ドラマだけでなく、より深いテーマを扱った映画やドラマで彼の新しい一面を見せてくれることを、多くのファンが待ち望んでいます。 平野さんの感情表現は非常に繊細で、時に視聴者の心をつかんで話しません。これからの彼のキャリアの中で、その才能がどのように開花していくのかが非常に楽しみです。彼が大切にしているファンとの関係性も、今後の活動において大きなポイントとなるでしょう。SNS やインスタライブを通じた交流は、ファンにとっても彼にとっても重要なコミュニケーションの場となっています。特に、 インスタライブで見せた彼の自然体の姿は、ファンに対する信頼感を深めると同時に、新たなファン層の開拓にもつながっています。ファンの期待に依頼ながら、常に新しい挑戦を続ける姿勢は、彼のプロフェッショナリズムを象徴しています。さらに、彼の周りにはいつも信頼できる仲間たちがいることも、彼の強さの一因です。神宮寺優太さんや岸優太さんとの友情は、 ファンの間でもよく知られています。彼らとの関係性は単なる仕事仲間を超えて、深い絆で結ばれているように見えます。このような仲間たちの存在は、彼の精神的な支えとなり、今後の活動にも大きな影響を与えることでしょう。友情や信頼を大切にする姿勢は、彼の人間性を表しており、それがファンの共感を呼ぶ理由の一つでもあります。平野さんの未来において、 彼の持つ影響力がさらに広がっていくことは間違いありません。彼は単なるアイドルという枠を超え、エンターテイナーとして多方面での活躍が期待されています。例えば、俳優として新たな挑戦を続けるだけでなく、プロデューサーやクリエイターとしての才能を発揮する場面も見られるかもしれません。彼のクリエイティブな一面を引き出すことで、さらに新しいファン層を獲得し、 エンターテインメント界全体に新たな風を吹き込む可能性があります。また、彼の人間味あふれるエピソードもファンの心をつかんでいます。例えば、おばあちゃんとのエピソードを語る時のほっこりした表情や、何気ない一言に込められた優しさなど、彼のパーソナリティは非常に魅力的です。これからも彼の家族や友人、そしてファンへの愛情を感じられるような瞬間を大切にしていくことでしょう。彼の魅力は、 外見やパフォーマンスだけでなくその内面からもあふれ出ています最後に、平野さんのインスタライブは、彼のキャリアにおいても重要な役割を果たしていると言えます。インスタライブを通じて、彼は新たなファン層を獲得し、既存のファンとの絆をさらに深めています。これにより、彼の人気はますます高まり、今後の活動においても大きな影響を与えることでしょう。 彼がどのような方向に進んでいくのか、その一挙一動が注目される中で、彼の成長と進化を見守るのは、ファンにとっての大きな喜びであるに違いありません。平野翔さんは、ただのアイドルではなく、一人の人間としての魅力を持ち合わせています。その魅力は、彼がファンとの交流を大切にし、常に感謝の気持ちを忘れないことから生まれています。インスタライブで見せた彼の一面は、 その一端に過ぎませんが、それでも十分に彼の人柄の良さとプロフェッショナリズムが伝わってきました。今後も彼の活躍を期待しつつ、その成長を見守っていきたいと思います。